HANSOU 話そう話そうの店長さんにインタビュー。どうして話そうという名前になったんですか？お店を始めた人のお父さんが宗吉さんだったんですよ。で、その宗吉さんがお花屋さんを始めたわけじゃないけど、花さんの響きが良かったので。好きなことは何ですか？花屋なんですけど、花より団子。花そうで働く理由。お花屋さんになりたいお姉さんが一人いるのと、ここのお姉さんは生まれた時からお家がお花屋さん。花そうには虫も来る。花そうにみんなも来てねー。